お疲れちゃんですら、とりあえず今日はですね、こちら、ジャイラバをね、久しぶりにやってみようと思います。で、まあ言ったらネタっちゃネタなんだけど、この、ネタなんだけど、意外と使うと、その、強いっていうのが、まあ、あるんでね、はい。ちょいと今日はこちらでやっていきたいと思います。で、なんか前にも、やったことがあるんですよ。ジャイラバで、中身はちょいと違うぐらいですね。とりあえずなんか今のトレンドの、まあ、ゴブゴヤと、ぶち込んで、前もネクロ入ってたかな、なんかそのまあゴブガプラスのネクロの編成が今、まあ、ゴレとか、まあ、ラバも入ってるんですけど、まあなんで、まあ、それと言ったらほんと同じで、ゴブゴヤとりあえず行って相手がポイズン打ったら、まあラバーにネクロとか足しておけば相手もネクロどうにもできないよーっていうやつですねはい、本当になんか結構単純なことをしてるだけで意外と相手が勝手に苦しんでいって持っていくみたいな感じですね。まあ、とりあえず見てもらえれば分かると思うんで入っていきたいと思います。というわけでよろしく。で、まあ、これはいいですね。とりあえず五分小屋置いて、基本的に僕は2倍タイムまであんまジャイは出さないんですよね。よいしょ、これザップであんま意味ないか、すごくさなかったんでカード回しですね。僕はマジで基本ジャイは出さずにラバー立ち回りするんですけど、ちょ、これ、気持ち五分ぐらい、あ、やった。気持ち五分ぐらい延命したかったんですけど、ちょ、インドラ出すの方が遅れましたね。あいつはベビドラギャング、なんだろ、これ。ベビドラギャングってなんだろ、そんなのあったかな。これ一回待って、そう、意外と、まあ、結構重量級プラスの、まあ、中級中型なんで、まあ、そんな回転が速いわけじゃないんで、一個一個のユニットをあんま無駄に避けないっていうのは、ありますね。なんで、まあ、こうやって相手が来たのに対して合わせていきたいんですけど、相手が出してこないのはまあ美味しいですね。てかまあゴレかな、ビビドラギャングだったらゴレかな、ラバもあるか、まあラバかゴレかって感じかな。しかも待つイコール、はい。なんでまあ普通に1分なるぐらいにラバ出して、ネクロが今手札にあれば残り1分になって相手がユニット出した動作にネクロ合わせてもいいんですけど、今、インドラも裂いちゃってるんですよ。だから、あれだ、ディガー捨てて、ディガー捨てます。ディガー捨てて、カード回したいな。おぉ、キョスケ、まあ、キョスケも強いんですよね。キョスケクローン、説っすね、マジで。なんか、キョスケクローンにしか見えなくなってきた。やばい、キョスケネクロじゃねえ、キョスケクローンじゃねえっていう。これ、ゴブが置いたら釣れる。オッケー。ああ、オシャンだな、オシャントレだな、キョスケバルーンクローンとかかな。まあでも、僕のデッキもオシャレ度は負けてないんでね。はい、これで、本当はここでネクロが欲しいんですよ。このラバーでターゲット取ってる時の、後ろからのスケルトンが無限に来る、マジで、いやらしさが欲しいんですよね。これもインド裂いて、これジェイも裂いて、相手キョスケとかだったんで、シンプルにきついと思うんですよね。よいしょ。いや待って、これでネクロも付け足して、ギャングで。あ、このキョスケ、これディガー飛ばして、あー、やばい。これはうまい。そんなトレーナーうまいけど、あ、いや、うまいな。全部持ってかれた。やばい、全部持ってかれた。しかも相手がクローンとかあるなら、ないのかな。さて、普通のキョスケバルーン。なんで、まあ、バルーンがちょい厄介ですね。一回ゴボゴヤ置いて、休憩。疲れた。まあ、インドラ出しとけばいいかな。そうくんのか。じゃあ、キョスケバルーンってなんか海外の人も使ってたんですよね。やっぱ流行りっすかね。普通に、バルーンが強い説あるな。よいしょ、これは許容して、ここでディガー来たら一回多分古虫でいけますね。キョスケ裂いてるんで、相手は。あ、普通にあった。このディガー裏だったかな。まあまあ、でもこれで、ここで、よいしょ、ジャイで攻めます。よいしょ。で、このレイジを生かして、ジャイパンチ、オッケーグッドゲーム。いや、なんか、相手もすごいデッキだったんですけど、まあ、僕も負けてないですね。よし、美味しい。30何部かもらった、今。結構大トロでしたね。まあまあ。はい、というわけで、まあ、まずはね、えっていう、勝ち方がなんかちょっとしっくり来ないかもしれないんですけど、それでいいんですよ勝てればね、いいんで。はい、というわけで、まあ、次ですかね。よいしょ。
で、まあ本当にできるだけ J は取っていきたい。基本的にラバー、ゴブウェア置いて、相手がユニット出してるならネクロからラバーか、まあ受けてからそのままラバーか、まあゴブウェア置いて、相手基本的にポイズンをするとか、なんか1枚裂くとかなんで、ゴブウェアと同サイドにラバー出してあげて、後ろからネクロ出してあげて、まあなんか様子見てランバー飛ばすか、エレキとかマスケいれば、それにディガーぶつけるかみたいなしとくと、ただのラバデッキです、前半は。前半はただのラバデッキですけど、後半に入ってコストがいっぱい使えるようになってからの、ラバーがターゲット取ってからのジャイ追加ですね。で、そのままラバーが破裂したら、ジャイがターゲットってパピー無双みたいなね。で、しかも後ろにはネクロがいるみたいなのがもう強いですね。あ、でもこれあれだ。普通にラバルだとしたら、使わない方が良かったかな、いいの。インド。ここで、バルーンガゴ使って、多分僕が何しても、ラバ出したらラバ来ますね。けど、バルーン裂いてるんで、言うて怖くないな。言うて怖くないラバが来るだけなんで、一緒ですね。はい、なんで僕のネクロは、相手のファイブザップだと処理できないんで、後ろから後ろで溜まる感じかな。てか、まあジャイを合わせてもいいんですけどね、これ。で、バルーンだったら普通に考えてディガーはないと思うんで、一応ランバー構えて、ディガー来たら、はあ、これあれだ。ディガーです。あります。ディガーあります。余裕であります。ディガーないとか言ってたけど、余裕でディガーだわ。よいしょ。あー、てか裏か。そりゃそうだ。スケルトンいるもんな。これで5飛んで、うぃ。いや、まあ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 、まあ、で、ここで、じゃあ、こや。頑張って。相手ランバーの防衛するでしょ。オッケー。こや、頑張って。これ頑張って。ザップとか打たれないで、マジで。ザップ打たれないで。打たれたらね、終わる。いや、オッケー。あ、打たれた！なんやねん。あ、やめて。俺の小屋が終わった。けど、みたいなとこないですか。いや、まだ回れるんですよ、これ。ジャイやるんで、僕。一回ジャイで、相手のターン落としに行く。あ、しかもこれタイミングいい。被った。まあ、狙ったまであります。でこれ絶対捨てなんて、相手。捨てっすねーって今言ってますね。とりあえず捨てっすねーって。これ多分守れないでしょ、だって。あ、でも俺も相手のバルーン守れんわ。一緒だ。状況一緒でした。ごめんなさい。やめてください。あ、そっちか、しかも。いや、マジで。これ真ん中ラバで攻めようもん。攻めて、ジャイ追加ぐらいしたいな。このネクロに、ジャイを合わせたい。いや、これどうしても無理だから。このネクロゲーして、てかネクロにディガー来るような、そうなんですね。俺のネクロが飛んでしまった。やばい。グッドゲームって言われちゃう。いや、これは、終わり。いや、これは、ちょ、あれですね。ラバーこの、普通のラバル。いや、普通のラバルもきついか。バルーンがきちいっすね、多分。あは、綺麗にサンクラ折られちゃいました。けど、いや、切れてるか、まあいいか。もうそういうこともありますね、と。まあ、さすがに、まあ、相手はちょっと上手かったですね、っていう。しょうがない、ラスト。はい、というわけで、まあ、ラバルにも勝てないことはないと思うんですけどね。相手のデッキはちょっと、特徴的すぎる。普通のラバルだったら、ファイブザップなんで、ネクロ無双できると思うんですけど、ディガーでの処理がうまかったですね。来た。はい。というわけで、フロストアイゴースト。おや。よろしく。で、小屋がないと、意外とちょっと、辛いですね。まあ、普通にネクロ展開して、逆にネクロにポイズン打ってくれたら、ゴブゴブは生きるみたいなとこあるけど、この流れは相手は、クロス。もうどっからどう見てもクロスですね。いや、これでもな、なんか咲きたいな。咲きたいんですよね。咲いて、ジャイが欲しい。うわ、そっちかよ、しかも。いや、違う。ロリババ？クロスってロリババだっけ？ウッドだよね。っていうことは違う。アーチャーバーバリアンだと。まあ、言うてだな。なんとかなりそう。コウモリぐらい出るかな。いや、出ない。アーチャーバーバリアンってなんだ？見たことないな、これ。オーブン？アーチャーバーバリアンオーブン？いや、これネクロ。なんか右に殴れ。急に喧嘩。まあ。いや、これちょっと、ファイスピー、
僕がファイスピのダメージ嫌いなんですよ。なんでできるだけ頑張って防ぎます。いや、なんだろう、来るな、これ。なんか、え、なんだこれ、マジで。いや、スケラ、まあでもこれは相手がファイボなんで五分が残るのはでかいんですけど、アーチャーによってしばかれたな。オーブンによってもしばかれた。まあまあまあ、これは、いや、美味しいな。相手もエレキとかないんですよ、見た感じ。エレキあったら展開された気がするんで、まあ、これランバー出して、対空もなかったらランバー出してのディガーで折れますね。まあ、ジャイでも折れるまであるんですけど、これはランバーで攻めて、こっちインドラで防衛して、右側にディガー飛ばして、あ、バーバリアンいたわ。でもこのバーバリアンは、あれですね、ネクロで回収します。で、ディガー飛ばしたいな。あの、アーチャーが厄介だな。こいつザップでも打っとこうかな。いや、やれ。ああ、まあいいや。しかも今、バーバリアン咲いたな。これ、バーバリアン咲いたらさ、陸止まらんくねっていう考え。いや、甘いか。回すか。いや、延命。オッケー、延命。いや、E5 かよ。まあまあまあ。まあまあまあ、相手のデッキがロイだったんで、このゴブジャイ低めは良くないですね。良くないですね。良くないけど、まあ、ゴブが残るからいいか。って考えればいいですね。来ますね。このアーチャーは絶対出すような構えです。これザップって多分アーチャー飛ぶ。あ、飛ばない。やばい。やばい。雪玉、やばい。ちょっとやばいかも。調子乗ったかもだけど、まあ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 、まあ、言うてですね。言うてみたいなとこあるな。こちら五分が立てて、一回受けから行って、てかもう相手ロイジ今回ってるんで、そうですね。来ますね。これに合わせてきますね。いや、オッケー。いや、これ美味しい、これ美味しい、美味しい。来た。待って、ネクロ。いや、君は耐える。100耐える。知ってる。来た。俺の時代。これ、リガーダーチャー飛ばして、やりこぶりに早く。カモン。いや、これランバもし。あ、でも雪玉あんのか、この人。これ、ザップで飛ぶでしょ。あ、パーン。で、インドラが奇跡。え、逆だけど、いい。オッケー。いいペース。しかも今、ファイブサイター。あえてまた小屋壊せない。やーちゃいて。もう一回ラバ展開して、バーバリアンあるから正直、ジャイは出さない方がいいんですよね。なんか勝手にババ展開とかしてくれたら、ジャイは出したいんですけど、ババがある以上。で、ファイブは正直そんな怖くないんで。よいしょ。ちょっと怖い。で、これ、何で受けんの？オッケー。いい。しかも、インドラが処理した。これで、はい。来た。はい、勝ち。雪玉で処理しても、ディガーが、カツカツ？もう一発！あー！奇跡が起きねえ。やばい。奇跡が起きねえけど、守りたいな。五分後あるんで、いや、やめて。これもう、頑張って守る。いや、守ってくれ。勝った。しゃ！よいしょ！オッケー。てかまあ、間に、まあ、これ多分ね、普通に強いんですよ。その、まず、インドラっていうので、今の、その、流行り的なのが、なんだろう、ゴブゴヤゴレもいたんすけど、それも、その、ポイズン、ロリババとかだったんで、まあ、生き玉だとしてもね、インドラ無双からの、陸のプリンスとかは全部ネクロで受けれる、で、ゴボガはとりあえず置いとけばいい。で、まあ、ランバーはとりあえず強い。で、まあ、ジェイはないようなもんだから。言ったらね、ジェイはないようなもんなんで、後半にぶつけとけば、たまたま通るよーって感じなんで、まあ、あれですね。いやー、とりあえず使ってみてください。それだけです。はい。というわけで、今日まあ、じゃあ一回負けたのが悔しいんですけど。はい、まあまあ、しゃーなしですね。はい。なんで、まあ、よければね、こちらぜひ使ってみてください。というわけで。お疲れ様でした。